はい、こんにちは、ミキシです。月曜日、祝日、中山でフェアリーステークス、行われます。こちらの見解を述べていきたいと思います。はい、これが今年の、枠順ですね。はい、で、1番のボーアムルーズ。まあ、新潟の新馬戦、一応 VTR は見たんですけども、まあ、これといってですね、中山になって、さらに前進するというような感じが、まあ、あまり伺えないですね。まあ、ノーマークでいいと思います。2番のボロス。まあ、やはりダートで勝ち上がって、まあ、低迷してるということもあって、目先を変えてきたんでしょうけども、若干ですね、芝に変わってさらに良さが出るという感じでもないので、ノーマークでいいと思います。で、3番のコパルマリーン。お兄さん、グラーネとかいる馬ですね。まあ、ちょっとデビュー戦ですね、中山で、同じ舞台で勝ってるんですけども、まあ、ちょっと小さい馬ですし、時計的にもですね、これといって、重賞もここでやれるというような、内容でもなかったのかなというふうに思います。で、4番のダイバドレッサー。この馬なんかはですね、ハボタン賞。まあ、惨敗はしてるんですけども、まあ、押す馬相手ですからしょうがないかなという面はありますね。ただし、やはりちょっとレースぶりを見るとですね、広いコース向きかなという気がしますので、ノーマークでいきたいと思います。で、5番のダイバダッチェス。これもちょっと印回そうかどうか、非常に悩んだんですけども、中山のあれですね。未勝利2着というふうに、ここの3走前にも出てるんですけども、レースぶりがやはり明らかに東京の方が、いいかなという感じがしますので、この馬もノーマークにしたいと思います。で、6番の BB バーレル。この馬ですね、一貫して私、ちょっと、ちょこちょこ馬券買ってるんですけども、やはりですね、中途半端に控えるより、この馬行った方がいいんですね。行った時はですね、かなり、しぶといと。とにかくめちゃくちゃスピードのある馬ですんで、前にさえ行けば、まあ、あわよくば逃げれば、この馬の力っていうのは侮れないというふうに判断して、ターンの評価、黒三角にしました。で、7番のラシーム。まあ、柊木賞6着と。まあ、時計的にはそんなに悪いものではないんですけども、3歳牝馬。どうなんでしょうかね。ちょっと若干、ここではパンチ力不足かなと、他に素質馬が結構いますので、思います。8番のフジマスアクトレス。まあ、KO 杯2歳ステークスは、まあ、9着。で、まあ、中山新馬4着なんですけども、この馬も中山向きっていう感じがあんまりしないですね。お母さんステファニーちゃん、中山戦に結構得意にしてたイメージあるんですけども、まあ、ちょっと前走を見る限りではここではちょっと狙えないなという感じです。で、9番のレッドシルビー。この馬逆にですね、柊木賞4着と。で、中山で勝って東京でまあ負けてるようにですね。この馬は中山向きかなというふうに思いますね。ただまあちょっと柊木賞の感じですと、他に素質馬結構見受けられますんで、ちょっとここまでは印が回らないというのもありますね。あとコントレラス騎手、どうなのかなという部分もあってちょっと様子見です。で、10番のラブリアモン。この馬を本命にしました。まあ、武士座騎手だから本命というわけではないですね。一戦ごとにですね、怖がりの馬がレースを覚えて、まあ、前走、東京で未勝利勝ち。まあ、時計1分35秒3っていうのはそんなに強調できるものではないんですけども、ちょっと隣の馬怖がって、で、ちょっと持たれて、で、進路を確保して、まっすぐ伸びてからはですね、もう大楽勝って言っていい伸びでしたね。最後も流してましたし、それで負かしたウンブルフ、トリキュー社の期待はですね、ウンブルフが次中山で、もう、ほぼ大楽勝で4馬身差ですね。あの内容を見ると、牝馬限定、1600メートルという、この舞台ではですね、適当に先行というかですね、適当に流れに乗れれば、上位に来るのはまあ間違いないかなというふうに思います。ちょっと人気がですね、かなり割れそうで予測しづらいんですけども、まあ、武士座騎手ということもありますし、極端に2番人気、3番人気というのはないだろうというふうに思いまして、まあ、自信の20馬ですね。このままちょっと狙ってみる価値はあると思います。で、11番のシーブリーズラブ。このままちょっと東京しか経験してないんですね。そういった点で、まあ、中山でちょっと前進する可能性っていうのも、まあ、なきにしもあらずかなというふうには思うんですけども、この馬の場合はちょっとやはりですね、時計がそもそもですね、35秒5というのが、まあ、引っかかりますね。大楽勝という感じでもないですし、どうなんだろうと。まあ、この馬もちょっと、蹴飛ばしてみたいなと思いました。で、12番のリセーヌ。この馬も対抗ですね。
まあ、未勝利勝ちも良かったんですけども、まあ、サウジアラビアロイヤルカップ、ちょっと前とはですね、若干差はあったんですけども、他は完封しているようにですね、前目で流れに乗れるし、そこそこ勝負根性もありますしね、まあ、こういう馬ってのは、上位には普通に来るのかなというふうに思います。で、13番のクードラバン。阪神ジュビナイルフィリーズはですね、まあ、しょうがないですね。ちょっと相手が悪かったと。で、まあ、早上がりも使える馬ですし、現にサフラン賞、勝ってます。まあ、そういった実績もありますし、この馬の場合はですね、まあ、お兄さんグランシルクと同様、やはり、中山で良さが出るのかなという気がします。まあ、田辺騎手、中山結構やはりですね、いいですし、この馬も、まあ、連覇という感じでですね、抑えてみました。で、14番のアルジャンテ。この馬も、白三角を打ちました。この馬はですね、まあ、戸崎騎手確保して、まあ、尾関騎手。まあ、初戦の内容よりも、まあ、未勝利戦、東京でですね、2走目。こちらの方が、内容もですね、よく順当勝ちという感じでした。結構スピードありそうな馬で、まあ、外枠ちょっと鍵にはなると思うんですけども、比較的流れれば、この馬も十分チャンスはあるかなというふうに思います。面白い一頭ですね。で、15番のルミナスティアラ、この馬を欲しいと、大穴評価としました。この馬はですね、未勝利勝ち中山で勝ったんですけども、この時、結構ですね、うちで、なかなか出られなくてですね、隣の馬にちょっとこう、顔向けてみたいな感じですね。こう、嫌がってる部分はあったんですけども、そこをこう強引に割ってきてですね、結構いい勝負根性を見せてたんですよね。でも、牝馬の割にはかなりいい勝負根性を持ってるし、まあ、何よりこういう混戦になるとですね、1008を使ってきた意味っていうのがですね、出てくるような気がしました。まあ、それがまあ、大穴評価っていう感じに結びついたということです。で、まあ、お兄さんですね。この馬、何頭か兄弟いるんですけども、名称サムソンをつけた全兄弟のお兄さんだけ、活躍してるんですね。今、ジュノープンにいる馬なんですが、そういった血統背景も考えてですね、お馬の評価です。で、16番のアマヒルガオ。まあ、この馬も血統馬ですよね。まあ、ただ、大外枠ちょっと引いてしまったというのが、残念ではあるんですけども、新馬戦はまあ、スローの瞬発力勝負、まあ、1分39秒7ですからね、しょうがないと思います。で、まあ、逆に次走が中京の1400ですよね。まあ、ここもアッゼニ騎手で、まあ、あまりいいレースぶりだったとは言えないんですけども、それでもまあ、上位に来たあたりですね。この馬の血統的な背景も考えて、素質はやはりあるなというふうに思いました。なので、まあ、連覇という評価になりましたね。かなりですね、難解な一戦だとは思うんですけども、ラブリアモンから入りたいと思います。理由は先ほど言ったようにですね、進路を確保してから、まあ、立て直して力強い伸びでしたね。で、まあ、武士沢騎手、こう手前とか変えて、そこからきっちり伸びて、最後流したようにですね、かなりいい内容だったなと思います。任した相手、ウンブルフ、実装4馬身差で圧勝したようにですね、この馬も十分にクラシック戦線に乗ってくるだけの力がある馬ですので、それを考えると、ここでは最上位という評価をつけてもですね、何らおかしくはないというふうに思いました。まあ、人気的にもですね、まあ、武士座騎手ということもありますし、グリグリの人気にはならないだろうなと思って、これは馬券妙味もあると。結構面白い一戦だなと思います。対抗はですね、根性があってですね、重賞でも4着、リセーヌ。行ければですね、まあ、行かないとおそらくダメかなとは思うんですが、ビービーバーレル。で、以下クードラパン、ハマヒルガオ、アルジェンテと、こんな順番ですね。で、穴は休み明けなんですけども、勝負根性あって、1008経験ですね。混戦になった時のスタミナ、勝負根性、十分に通用しそうなルミナスティアラと、こんな感じでいきたいと思います。人気次第では、ワイドで結構流す、そこそこ意外に人気ある場合は生まれんでもいいと思います。はい、これがフェアリーステークスの私の見解になります。参考になった、もしくは、まあ、面白かったというふうに思っていただける方はですね、チャンネル登録をしていただけますと、励みになりますので、皆さんよろしくお願いします。では以上になります。